<laughs> すみません、はい、こんにちは。すごい、久しぶりだ、どうしよう。<laughs> 久しぶりだ。はい、えっ、ー、と、まずは、十六周年、コンサート、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。あのー。 3日間あったんですけどすごい3日間とも楽しくて貴重な経験もさせていただきました特に印象に残ってるのは1日目の研究生局で「会いたかった」という曲研究生局研究研究生チーム別局みたいなので。 CM 別局で、あのー、研究生で会いたかったセンターでパフォーマンス披露,披露させていただいたことですはいあのー、すごい嬉しかったし緊張もしたんですけどでも何より楽しかったですはい 皆さんが「西龍も振ってくださったりとかこんなにたくさんの人とかメンバーさんがいる中で私の西龍馬を見つけた時の喜びはも計り知れないものだったしすごい幸せでしたありがとうございますはいそして昨日の制服のめ声もありがとうございました、はい、昨日は 正規チームの方は大村あんさんとあと西美桜さんとあと伊藤美紀さんが出演してくださったんですけど多分絶対3日間やって疲れてると疲れてるかもしれない中ですごいあの制服の上公演にこうして。 私たちのために出演してくださることがしてくださったことが本当に嬉しかったですし皆さんもあの3日間ねあの通して来られた方もいらっしゃったといらっしゃったのかないらっしゃったのかもしれないんですけどこうして制服の目公園も見に来てくださって。 本当に嬉しかったです。ありがとうございます。はい。そして、えっ、ー、と、幕張メッセの、何日だったっけ幕張メッセの何日でしたっけ <laughs> すごい、忘れちゃったか。忘れちゃ、忘れちゃった。ごめんなさい。えっ、ー、と、 マグハリメッセの握手会かな何日かちょ,っとちょっと申し訳ない忘れてしまったんですけど握手会の握手会完売あの完売をしたらしいですしたしたらしいした私の目で確認してないからまだ分からないんですけどえー、っと 完売させて完売したしたして完売 <laughs> やばいどうしようちょっと言葉が思い浮かんでこない完売を完売となったとのことでしたはいえー、っと皆さんありがとうございます はい、あの前回の「愛のホログラム」の握手会一番最後の「幕張メッセと」の握手会もあの握手会完売完売ってなってもうすごく嬉しくてたくさんの方が見に来てくあの私のレーンに並んでくださってもうすごく嬉しかったですし。 びっくり <laughs> こうしてまた完売完売を完売を完売ができて皆さんのおかげです本当にありがとうございますはいちょっとあのあんまりちょっと上手じゃないんですけどちょっとあの何て言うんですか話すのがちょっとね伝わりにくいんですけど本当にありがとうございます はい、ぜひいつでもいつでもいつでも遊びに来てください <laughs> いつでもいつでもあのちょっと服装とかはあのまだ考え中なんですけどぜひ遊びに来てくださると嬉しいですお願いしますはい、いそしてあのすごい自分で 喋ってるばっかりであのあれだったんですけどギフトもたくさんありがとうございます虹だったりとかハートだったりとかありがとうございますコメントもたくさんありがとうございますはいあのー、ということでこれからはこれからここ,こからはえー、っ,とちょっといつもの感じを取り戻しつつ会話をしていきたいと思うよ <laughs> うどうしよう本当に久しぶりでさ、しかも久しぶり、久しぶりすぎて、なんか、しかもいろいろお礼とかもするじゃんしなきゃいけないから、もう最初からすごい、あの、なんか、あの、か、硬い、硬くなってしまった。<laughs> はい、まあ、でも、お久しぶりですね。あ <laughs> お久しぶりですね元気でしたかはいあそうだそういえば16周年コンサートで13期生のオーディションがオーディションオーディションを開催することが決定いたしましたね待ってどうしようなんかさ 最近どうしようメールとかさ、まあ、ブログとかいろいろ文でさあのほとんどさ敬語でしか書いてないからさちょっとなんか <laughs> どうしようカチコチですね本当に日本語大丈夫か本当にそうですよねはい <laughs> はいということなんですけれどもあの13期生ということは私12期生なんでなんですけど あの先輩になるということということですねびっくりなんですびっくりですよ本当に <laughs> びっくりびっくりなんですけど <laughs> えー、どんなどんな13期生の子が入ってくるかまだわからないんですけどでも本当にどうしよう先輩 先輩って言われる私どうしようなんかさ今回は十2歳から25歳までじゃないですかまああの年下の子どっちかっていうとですよ年下の子が入ってくる確率が少ないじゃないですかいたとしても多分そっちの方が少ないかもしれないし年上の後輩ができるっていうよくわからない ですよしかも25歳までだからもしですよ25歳のあの子13期の子が入ってきたなどうしよう私どう接すればいいか分かりません <laughs> あのー、なんかそんなあの先輩を気取っていられません <laughs> 本当にはいだって25歳の13期生の子が入って たら！11歳差とかになるんですよ。もう10個は絶対上なんですよ。おー,おー <laughs> どうしようね。本当にはい。私はまあ、あのまだ先輩先輩先輩って敬われるような感じではないんですけど、まあ、そんなことそんなことなったことあんまりないんですけど。 でもあのまあや優しく <laughs> 優しくねちょっとが頑張ります <laughs> 頑張りますはい頑張ります <laughs> 本当にどうしましょうねどうしましょう ななななんとかなるか <laughs> なんとととかかかるりますきっとだってねあのー、12期にはココ,コ,コハとかねいますからねあの年上の頼もしい頼もしい12期がいますからきっと大丈夫でもそれでも、はい、もしあの一番あの年齢の上の方が入ってきたらもうコ,ココハとかハナナでさえも 年上の後輩とかかっっっててなるでですすらびっくりですね私どうしようもうなんかさあどうしようね <laughs> どうしようねまあ緊張するんですけど楽しみ楽しみ <laughs> 楽しみ楽しみですねちょっとそんな偉そうなこと言えない言えないけど <laughs> い言いたくはないかなでも <laughs> はい。 あと組閣ですね組閣はあのー、最初組閣って聞いた時はあの組閣の意味が分かんなくてマネージャーさんに組閣って何ですかみたいな、あのー、サツキチとかここみんとかと3人で口をパカーンって開けながら組閣って何みたいな感じだったんですけどはいまあ1月1日に発表ということでドキドキですね。 はいクラス替えああなるほどクラス替えということかなるほどうんクラス替えということでどんなどんなチームが新しくできるのでしょうか 皆さんあのドキ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 だと思うんですけど、まあ、それまでたくさん公演見に見に行ったりしてしていただいてあの今のチームを目に焼き付けていただければなと思います <laughs> 本当にに大谷投手もうんかねすごいですね片言ですねもうなんかねわ <laughs> はい <laughs> はいあのー、そうですねいったあの通常の話に戻しましょう <laughs> あわ本当にもういろいろ久しぶりでよどうしましょうね本当にミヤビーム先輩こんなんじゃやってきません <laughs> や,やばいですね昨日のお見送りでもらえなかったビームください わかりました。はい、まあビームでとりあえずあのいい感じにお話をしましょう。<laughs> あのいつも通りな普通のお話をしましょう。じゃあ行きますよ。ミヤビーム、うわあ、ビ,ビーム。はい、ありがとうございました。<laughs> 皆さんにちゃんと届いてるみたいなのでよかったです。はい、昨日はちょっとねあの時間があのちょっと、ね、時間がこんな感じだったので、まあ、お見送りは出れなかったんですけど、まあ、あのまだ私13歳なのでね <laughs> 13歳なので早く16歳とかになりたいですねはいちょっとお水飲みます。<laughs> お水お水飲みます 水飲みました。どうしよう、<laughs> どうしようかな。何のお話をしようかな。うんとえっと, <laughs> えーっとどうしよう、何のお話をしたいですか。<laughs> 何のお話をどうしますか。周年コンサートで一番大変だった曲。 なんだろうなんなんだろうなコンサートはえす、ー、ねながら雨とかですかねなんか あんまり今までやったことのない感じの曲だったので難しかったですいろいろ表現するのが <laughs> はいユアニャンとかマキコさんを参考にしました「振り入れ苦労したのなかった」えー、でも絶対インスピレーションはあのー、振り入れを本当はあのー 振りり入れを2回に分けてやりました。1サビまでとあと1サビ終わってから感想から最後までみたいなもう覚えたら大丈夫なんですけど私の場合はでも覚えるまでがちょっと大変でしたでも私は結構あの MV を見たりとかダンスの動画とか見たりしてたのでえなんとなくは分かってましたね <laughs> なんとなくは。 子さんの写真めっっっちゃかかこよかったえー嬉しい、すねながら雨のそうなんです亀子さんがね撮ってくださってて私はあの少,し、はい、少し拝見させていただいたんですけどあのなんかすごくてなんかもう綺麗画質が素敵に撮ってくださって本当にありがとうございますっていう感じです。 3日とも席悪くて双眼鏡でみやびちゃんずっと見たあーこんな感じですねもう,もうこんな感じですねはいああでも席が遠い遠い場の立ち位置とかねいろいろ分かる分かるわかるわかりやすいですよねなんか結構こういう感じだからさ席がこういう感じなのではいまた今度あの いい席が当たるように願っときます。お願い。えっ、ー、と良石キガン。ネルヤルネリヤル競終わり走った走りました。なんかあのとあのリハーサルで通したは通したんですけど、もうなんかヒールだったんですよ。ちょっとあのそんなに高くないんですけども。 めっちゃダッシュでもう急げみたいな <laughs> 急げみたいなでもみなさんに手振りたいしわあみたいな <laughs> はい大変でしたけどすごい楽しかったです客席初めてでした客席曲楽しかった <laughs> コンサートリハーサル期間で仲良くなった先輩はいるえっ、ー、あーやさん 岡本彩香さんまああのー、結構コンサート期間中一番最初に結構あのー、初めてお話ししたのがあのー、チーム K2 さんのチームあのツアーチームコンサートチームツアーみたいな時にあのー、私、ま、私とあとさつきち まあ、北海道であの北海道に行かせていただいたんですけどその時にあの北海道ついてそれであの北海道ついてうんとアーヤさんとサータンとサツキチとミヤビームでソフトクリームを食べに行ったんですよ。あのサータンが誘ってくれたんですよ。 あやさんんと食べにに行行くくだけど一緒に行くみたいな言ってくれて「行く!」ってなってそれで二人二人でウキウキみたいなしながらあのソフトクリーム楽しみだなーみたいなそうなんですよであのあやさんがごちそうしてくださってソフトクリームすごい嬉しかったですはいあの 優しいですね <laughs> 優しいですねはいそれからあの挨拶とかするときになんか「あみえみえむ」ミエミエみたいなあとはなんかあやさんの愛犬ちゃんのうーちゃんに似ているらしくてそれ,そ,それから「うーちゃん」って言われてます。 「<laughs> うーちゃん」って言われてますはい私はきっと「うーちゃんです」はいあとはなんか他の先輩とかともお話しする機会とかがたくさんあって。 嬉しかったです <laughs> 嬉しかったですもう楽しかった <laughs> <laughs> 大富豪ではみーちゃんそう大富豪ではみーちゃんなんですけどミヤビームなんですよねそうミヤビームなんです シャーシャンとツーショットだったけどそうなんですよ。さーやさんはですね。あの。1日目の時にあの自撮りをしようと思って、私がでそれで、ね、なんかちょうどいい。隙間のところに行こうとしたら、そこでさーやさんが撮っていらっしゃって。あの？あってなって。それでお話ししました。二次元同好会印象。一緒 一緒ですねみたいな話とかお話ちゃんとお話するの初めてですねとかそんな感じでしたはい一緒に写真も撮ってくださって嬉しかったです <laughs> はいちょっとなんかね証,証明証明が証明がね あの温かみのある色なのでもうちょっとこんぐらいかなサあヤは特典映像でミヤビームと仲良くなりたいと言ってたよ嬉しいえー、そうなんですねありがたいですねお話できて嬉しかったですさつきちゃん大丈夫昨日具合悪そうだったけどさつきちゃんですね んちょっとあの具合が悪いそうなんですけどあのさつきちのことなのできっと大丈夫ですすぐ元気になって戻ってくるので皆さんさつきちのこと待っててあげてください <laughs> 来月の悪手券ちょっとね噛んじゃったね来月の悪手券取ったよありがとうございます嬉しい 楽しみにしてますね待ってます筋肉痛ない筋肉痛はないですなんかまあちょっとどっかしら痛めてるぐらいですまあよくあることなのでまあ大丈夫ですねもっと話してみたいメンバーはいるえー そうだなあ。あ、ミラーボールさん、ありがとうございます。キラキラ。パリピだ <laughs>。パリピですね <laughs>。えっと、もっと話してみたい。方はうん。君枝さん。とか。あと、姫香さんとか。あとは。 あとはそうですね。ちょっと待ってください。今考えてます。あとはえー、といっと池田カエさん、カエル娘さんとかえっ、ー、とあとはうんと <laughs> ちょっとえっとうんとが多いですね <laughs>。 んと、ね、あとは杏花さん杏花 <laughs> さんとは制服の目公演とかもあったのでお話,しお話はしたりするんですけどしたことあるんですけどもうちょっとお話ししてみたいなという感じです。 そんな感じでございます <laughs> ね、魅力的で素敵な先輩がたくさんいらっしゃるので悩みますよ。はい。<laughs> 手紙書いて発送したよ。うん。ありがとう。ちゃんとフフフフ届いてましたよ。あのプレゼントとかお手紙とか書いてくださったり。 送ってくださったりした方ありがとうございますいつもちゃんと手紙読んでるしプレゼントも毎回うわぁってなってますようわぁってなってますよ <laughs> 嬉しいってなってますはい。<laughs> 漫画とかをねたくさんくださったりとかして くくだささるので漫画がたくさんあります、ね、読まないとですねちょっと16周年のリハ期間中はあんまり読めなかったので読みます <laughs> ねちょっとねやっと少しあちょっとゆっくりできるかなって感じなのでうんうんうん <laughs> うんうんうん

出動をあまりしていなかった時期なので今と比べてなんかいろいろ思い出しますでもすごい今楽しいです <laughs> はいおかげおかげです皆さんの皆さんのおかげで毎日がエブリデイで楽しいです <laughs> <laughs> 毎日がエブリディで、ね、楽しいですよ。はい。あの毎日がエブリディはね、あの。まあ、なんか歌の歌詞とかでね。まあ、あ、あ、あったので、ちょっと使っていました。<laughs> はい、毎日が毎日ってことですね。事実してますね。はい。<laughs> ハイキューの映画が今月末に発売になるけど予約したしてないんですよ、実は。最近あんまりハイキューの情報を終えてなくて。あのでも、あれですよ、あれは知ってますよ。あのジャージ交換したグッズ出るの。ね、あの、鍵山、鍵山さんは、あれですね、あの赤橋さんとジャージを交換しておりました。LINE のやつで見ました。<laughs> はい大体そういうグッズの、 やつとかはで入手するなんか一番上に出てくるのがほとんどアニメばっかなんですよ <laughs> そう。そでそれでアニメとかが出てきたら「はっグッズ出るんだ!」みたいなそう「ューのスイパラ」のコラボも行きたかったんですけどあのスパイラルタワーのとこもちょっとあれでした間に合いませんでしたね。 あなんか配給のコラボやってるみたいななったらしくて送ってくれたんですよあの鍵山のパネル等身大パネルみたいなはいありがとうさつきちって感じでしたはいなんかぶどうを食べてたか撮ってたか分かんないけどかわいいですね <laughs> かわいいですね最近アニメを見れてないんですよ <laughs> 来,来年はあの怪獣8号とかあとなんだっけ永遠の消防隊ずっと見たかったやつもしかしたらアマプラであの1話とかからまたやるかもしれないじゃないですかあとなんだったっけいろいろあるのでとりあえず <laughs> 楽しみですねはいあのそれであの怪獣8号の2機やる時は なんか一期の振り返りみたいなやつが上映されるらしくてそれと同時に「星名の休日」みたいなやつもあの上映されるらしいので楽しみです <laughs> 楽しみです。 レオナさんとの未完全先輩全員って書いてたみやびさんあれ桜花さんも昔そうだったそうですねあの「非公式チャンネルですかねはいあの先輩全員皆さん」って書いたんですけどあの、まあ、最初はあの1人の方を書いてたんですけどでもよく考えたらなんかみなんか全員皆さん尊敬できる先輩じゃんって思ったんですよ。 一人に限らずもうんかもうみんな皆さんすごい尊敬尊敬です本当にリハ期間中とかは特に思いましたあの近くで先輩方のパフォーマンスを見ることがより増えたので改めて先輩方の 凄さを実感しましたね怪獣八号気になってるけどまだ見れてないどんなお話えー、っとですね怪獣八号はあのまあ現代を現代のお話なんですけどその地名はもう東京とかも立川とかもあの実在してる地名なんですけどその今まあ 簡単に言うと、今日本で何て言うんですか怪獣怪獣が発生する世界みたいなもう日本は日本です怪獣が発生する世界っていうテーマ <laughs> テーマ怪獣が発生する世界をモチーフにしててそれで怪獣討伐怪獣を討伐するためのなんか なんて言うんてうだっけもう最近アニメ見てなくて忘れちゃったどうしよう <laughs> そう怪獣を討伐するためのあの組織があるんですけどやべ立川基地しか頭に出てこないえー、っと何だったっけ <laughs> なんか討伐賞とかなんかいろいろあるんですよその世界には <laughs> ねそうそれでなんか,、まあ、大なんか怪獣討伐のためのなんか第1部隊第2部隊第3部隊バーみたいな感じでいっぱい <laughs>、あのー、怪獣を討伐するためのあのー、舞台がいらっしゃるんですけどその中でも何舞台だっけ本当に忘れちゃった。 はい、またちょっと漫画見直さなきゃいけないですねはい、防衛隊、あ、そう、そうなんです、防衛隊なんです、そう <laughs> 防衛隊なんです、そう防衛隊防衛隊員そうですね、ちょっともう一回説明してもいいですか、ちょっと <laughs> なはい、あのー、防衛隊 <laughs> <laughs> どうしようのえー、っとそうですねちょっと一回お見せしてもいいですか <laughs> ごめんなさいはい、えー、怪獣八号というのは、えー、怪獣世界怪獣がこの世の中にいるというのをいるという物語なんですけれどもあのー 怪獣を討伐するための防衛隊がいてそれであの主人公の日々のカフカが防衛で防あの海罰じゃない海ゃない海海,海,海じゃないんだ怪獣を討伐するための防衛隊員を目,ざ目指す目指すみたいな物語なんですけどあのそれを目指したきっかけが その主人公の主人公のもうな,んかなんて言うんですかえっと主人公の友達友達,友達幼馴染みたいななんかまあほぼほぼヒロインほぼヒロインなんですけどあね白か白どっちだなんかあのまあ美奈っていう <laughs> ねあの女の子がいるんですよ。でそのその子とあとカフカが幼い頃に。 えーとその住ん,でる住んでるらへん <laughs> 住んでるらへんえー、っと住んでるらへんが、えーまあ、あの怪獣に襲われたんですよねはいアシロミナですかありがとうございます。アシロミナということですその住んでるらへんがね、えーまあ、怪獣によってわ、まあーってねはちゃめちゃにねなって それでまあそのそのミナがミナのミナがあんまあ、なんかミナのお気に入りの猫ちゃんがあのちょっと怪獣によって倒されちゃったりとかしたんですけどでその時にカフカが防衛隊員になろうみたいな感じになってそれで2人で最初は防衛隊員を目指してたんですけどその防衛隊員になるにはテスト。 テストあの試験があるんですよでその試験を二人で一緒に受けに行った時に、えーっとまあ、あのカフカが落ちてしまったんですよでみは受かってそれで、まあ、ミナはあの防衛隊に入るんですけどカフカはもう何年受けても入れなくてそれで諦めかけてたんですよ年もね30とかまでだったのかな分かんないんですけど年齢制限もあったので。 それで諦めてた時にえー、と32歳までに年齢制限が引き上げされて株価が31とかよくわかんないんですけど多分それぐらいだったんですよ。で防衛隊になれると思ってそれで防衛隊の試験を受けるんですけどあやばいちょっとどうしよう話が長くなる。その時にあのまああのね市川玲ノっていうあの。 あ、もうどうしよう。えー、っとどうしよう。もうなんか話が長くなってしまう。えー、っと詳しくは、えー、漫画で漫画とかアニメでご覧 <laughs> ください。あのカフカとミナはね実は同い年ではないんですけどはいミナの方がねちょっと年下なの。はい続きはアニメで。<laughs> ちょっとねあのちょっとモンスタースイーパーとかいろいろ出てくるのでで、ね、も、まあ、なんかいずもいずも。 何だっき、あの、出雲なんたらとかいろいろ出てくるので、まあ、詳しくは <laughs>、詳しくは、えっと、ぜひ、アニメとか、漫画でご覧ください。とっても面白いですよ。<laughs> ありがとうございました。<laughs> はい、あの、大変ですね、これは。漫画見た方が絶対早いと思う。はい。はい、あの、 あり, <laughs> ありがとうございました。ありがとはいあのま漫画のあらすじを見たらなんとなくの話は分かると思うんですけどあのごめんなさい説明がねちょっと下手っぴなのでねでも面白いのでぜひご覧ください。ご覧ください。はい防衛隊をしっかり防 おーすごいダジャレだ世界世界あっみやびダジャレイさんに認定ですおめでとうございますはいということでそろそろ配信を終わりたいと思います皆さん今日は配信を見に来てくださりありがとうございました最後にランキング読みをして終わりたいと思います13位ギター弾いてるグレーのうさぎさんありがとうございます 12. 位メイドさん、ありがとうございます。11位。赤鬼さん、ありがとうございます。10位。水色のクマさん、ありがとうございます。9位。レインボーバードさん、ありがとうございます。8位。パンダの着ぐるみさん、ありがとうございます。7位。タレ耳猫さん、ありがとうございます。6位。 えー、やる気が出てる、えー、あサイヤ人サイヤ人バードさん <laughs> ありがとうございますはい <laughs> 5位、えー、黒ジャケットさんありがとうございます4位雪だるま作ってるさんありがとうございます3位ニコニコピンクのツインテールさん 2位長谷川のあちゃんの旗持ってるさんありがとうございますそして1位は眼鏡かけてる偉人さんありがとうございます皆さん今日は配信を見に来てくださりありがとうございましたまた配信するのでその時は是非見に来てくださいそれじゃあバイバーイビームバイバイでしたありがとうねまたね最後にスクショタイムが欲しいそのその それ、うん。えその夢を叶えて、神髄を。はい、ごめんなさい。はい、スクショタイムですね。はい。 はいありがとうございましたはいそれじゃあバイバーイまたねありがとうございましたまた見に来てくださいありがとうまた